さあ、それでは続きをやっていこうと思います。今回はパック3ですね。こちらの、ロータスエスプリ007のキットでございます。今回もアゴラモデルズさんからキット提供してもらっております。8分の1スケールということで大きくなって、結構大きくなっております。まあ他にもですね、いろいろやらせてもらってはいますが、やはり8分の1スケールで、特にアゴラモデルズさんの場合ですとディテールが細かい、だからやっぱり作っていてもね楽しいよというような感じですね。で、今回はパック3のステージ17から始まることになります。17と言いますとエンジンブロックの組み立て1となっておりますのでね、早速やっていきましょう。中身がこんな感じですね。これにこう来て、これを向きを間違えないようにこのようにつけてですね、でネジで留めますよと。組み立てもね簡単だしね、非常にやりやすいわ。なかなかここまでの再現力っていうのは難しいんじゃないのってすごく思う。割とね、なんかあの大味になってしまったりだとかさ、そういう風になる場合がね結構あったりするんですけれど、しっかり細かいところまでね再現されていて、かぶさこうねボディとかついてしまうと見えなくなっちゃうっていうところはねありますけれど、やっぱり組んでいく過程っていうのがね非常に面白い感じになっております。割とあの説明書、まあ、PDF ではありますけれど、そちらの方にねいろいろこう細かい説明も書いてありますんで、まあ、作っていて面白い。でこれをこう向きにして、これをここに入れ込む、入らない、入った入った入った。本当に入れ方が悪いとね入んないんですよまあ当たり前ではあるんですけれど、入れ方が悪いきゃね、やっぱりちゃんとそういった分はまるところではサクッとはまるんでね。よし、で17がねこんな感じになっております。ではね18の準備しますんで一旦カメラ止めます。はい、それではステージ18ですね。エンジンブロックの組み立て2となっております。ではやっていこう。えい、かっこいいね、こういうね細かなところでもちゃんとやってやる。よし、なんていうかな、高級感があるんだよね。結構こういったさ高級感っていうのはさ大事でさ、キットもやっぱりこうエスプリ自体もね今にはないね、なんだろう、そのマシンのデザイン性とかねそういった良さがありますんで、やっぱり性能って言ってしまうと今の車の方がね絶対的にいいじゃないですか。だけど今のそのいくらね性能を上げたところで、昔のねこういったクラシックカーや、まあ、クラシックカーっていうか、まあ、そういったね感じのヴィンテージの車っていう風になってくると、やっぱりその時にしかない魅力っていうのはね今の車にはないところがたくさんありますよね。よし、 OK で、オートと滑った、こう見てこれをこうか。あー、できてきたできてきた、形が見えてきた。よっと、はい、なんか言おうと思って忘れた。楽しい。まあね、車って言ってもね今回の場合はね007っていうね形のあのエスプリになってますので、そういった面ではねちょっとタイヤがない分違うとは思いますけれど、まあ私のようにですね映画好きですよと、007全部見たよという方にはですね、やっぱりちょっといいキットなんじゃないかな。
なんだろう、このさシリーズ、この車が出てきたシリーズの映画をちょっともう一回見直そうとか思ったんだけどさ、じゃあまた見るとさ、こうね、高ぶったまま作るとなんかこうやっぱり楽しさが倍増するじゃないですか、うん、そこで見て高ぶらせておいて、あ、ちょっとこれで18終わっちゃって、よし、ではね19度の方にね移動しますんでね、一旦止めます。はい、続きでございます。ステージ19のねプーリーの取り付けというふうになっているのでやっていきましょう。そうで、さっきの話の続きなんですけどね、やっぱりこうね映画を見てから作り始めて、でなおかつ映画を完成させた後にこれをね飾りながら、そういったね映画をね見るとね、またこうなんだろう、ちょっとこうテンション上がるんだよね。まあ映画っていうのもあってね、サクッと見れるんで、まあ約2時間、まあ長く見ても3時間とかね、そういうレベルで見れるんで、まあ変にドラマ見ようとかさ、そういう風になね、なると結構ボリューミーだったりとかするじゃないですか。まあそれね、それを思うと割とサクッといけるんでいいかな。またね映画がね楽しく見れると思うんですよね、さらにね。サクサク組めるな。今の車とまた違ってさ、パーツ点数が割と少ないんでね、そういった面でもね作りやすさはあるんだよね。もうごちゃ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 つけていくとさ、まあまあ疲れるのよやっぱり。でね、それでいてやっぱり昔の車の方がエンジンルームの中とかも結構スカスカだったりするんでね、そういった面はこうキット上で組み立てていくにしてもね楽と言いますか、今の車だとやっぱりもうギッチギチじゃないですか、うん、昔の車ってそうだったからね、エンジンルームの中さ覗くとさ地面が見えたからね。そうだけど今の車はもう見えないからね、下ギッチギチに入っちゃってさ、まあそれがねいい悪いとかはあると思うね、なんともいい悪いは特にないけどさ、やっぱりこうキットにしていくにしてもね、今の車、あ終わっちゃった、はい19が終わりました。では次の準備します。はい、20でございます。ではやっていきましょう。20はプーリーの取り付けというふうになっております。そう、今のね車ですとやっぱりこう今の車をこうねプラモデルとかこういった模型で作ると、下が見えてしまうと、地面がね見えてしまうと、ちょっとディテール足りんくないみたいなさ雰囲気になっちゃったりとかねするんですけど、ステージ20がオイルポンプディストリビューターなど、あとビューター取り付けなどとなっておりますんでやっていきましょう。こちらですね、あこれか、これにこのホースを入れていくよと。なんかくっついてる、よしよし、なんか長さがそれぞれあるみたいかな、あるのかな。今の車でねエンジンがスカス、エンジンルーム開けた時にスカスカとか言っていう風になってたりするとさ、ちょっとねキット的にどうかなとか思う。ちょっと古い車になってくるとねスカスカが当たり前っていうかね、まあこんなもんだよっていうような感じになるんで、まだねスカスカでもいいかなっていう感じはするんですよね。長い方をこっちの左の方に差し込んでいくよと。すごいね、青いホースだよ。いいよ。おっとっとっと。エレメントが。
できた。で、この1本短いやつはこれの真ん中につけるよと。これがデスビかな。よっ。こんな感じですね。で、ディストリビューターにつけて、このディストリビューター今つけたやつをこう見ての、まずこの下を、下がね、こいつをこう見て、こいつをまず一箇所つけますよと。そうしたら次1、2、2番がそのこっち側なの下になるわけか。いや、これちょっとわかりづらいかもしんないけど、これだな、下じゃねえ、下っていうかこっちだな、あの時計回りの方にはめていくような感じかな、こう順番順番。よいしょ。なんか青いホースって新鮮だわ。はい、オッケー。こんな感じ。はい、そうしましたら、こちらですね。オイルフィルターを、ここにガツンと。まあ、この時代からもうオイルフィルターの形っていうのはこうなってたんですね。これ今と一緒ですもんね、形が。で、この、これを、ここ。キュッと。切り欠きを合わせての、そこにデスビをこうかドーンとこうやってつける。 OK で完成。こちらです。ドン。ん、合ってるかな。あ、いや違う、ごめんなさいごめんなさい、まだあった。これをでこう見てここにつけるんだね。つける。ここを通すんだ。あ、こういうふうにね。なるほどね。こうやって通しておいてねっつって。で、そしたら、ここにこうつけると。で、おしまい。とりあえず通すだけか。あとで固定って感じか。よし。で、今現状こんな感じでございます。よし。あ、ちょっと待って、なんか、ああ、いいのか。OKOKOK。絵のような感じになってる。よし。では次ですね。ステージ21の準備しますね。一旦止めます。はい、ステージ21。ステージ21がオルタネーターベルトの取り付けというふうになっておりますね。で、先ほどつけたところ、ここですね。まだしっかり固定はされてないんですけれど、うわ、なんか虫がいる。よし、大丈夫。あの、キットの中から出てたじゃない。ちょっとここね、3階でちっちゃい虫がたまに飛んできたりするんですよ。これを、ここにこうやってつける。で、そしたら01のこのネジですね。止めるよっつって。ああよいしょ。飛んでった。いっぱい飛んでった。これを、ちょっと準備だけ、こうして、準備だけしておいて、で、ギアに、これを、ここにこうつけて、これでいいのか？なんか緩い感じがするけど、これでいいのか。で、そうしたら、オルタネーターアプリですね。これに、ああ、これか。これに、こっち側ですね。
切り欠きを合わせて、オフ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 。切り欠きを合わせて入れての、これに、これも切り欠きが合うようにこうやってつけて、そして、ネジで留める01。こんな感じで今作ったこちらですね、こちらにこれも切り欠きに合わせてですねぐさっと入れてたら、これをまあなんとなく分かってたけどここだね、向き当てる、このままここにつけてこれも01で止めるよと。こうじゃない、こっち向き、よし、いいよ、うん、穴一バッチリ。こんな感じ、メカメカしい、いいね。そしたらこちらですね、これをここの穴の位置にこのように合わせるよと。で、これも01のネジで止める。やっぱりエンジンちっちゃいね、時代でしょうかね。まあ、って言ってもまだちゃんと完成してるわけじゃないけど、ちょっと勘弁してほしいな。なんか今嫌な感じだったな。あのプラモじゃなくてね、この部屋誰かいるんじゃねえのかな、やっぱりなんか今ちょっと嫌な感じだったな、見えない人が歩いてきたような感じがしたそんなこと言うな、ちょっとこうヒヤッとしちゃった。まあ今ね窓全開でね、風がめちゃめちゃ通るようにしてるからそんな風に感じただけかな。で、そうしましたら、ベルト。細い方と太い方があるらしいんですよね。ああ、確かにある。細い。こっちが細い。細い方が G。細い方の G を、マジっすか？そんなに伸ばすの？伸びる？そんなに切れんかな？意外と今まででも、やってて、切れたりしなかった。だよね。こんな風に通すの？すげえとこ通すだ。マジか。まあ、とりあえず通すだけ通しよう。本当にそんな伸びる？細い方でいいんだよね、これ。怖っ。そんなに伸びる？こうして、ここをこうやって、これピンセットでやるとピンセットがちぎってしまったなんていうオチはないよな。まずここ通すでしょ？ここの大きいプーリーを通して、ちょっと一回ここに引っ掛けてよ。こういう感じ。あ、ここじゃなくてここの下。ここ。伸びるそんなに。大丈夫？いや、伸ばすけど。いや、怖いんだけど。ああ、よう伸びるな、この。うわ、これブチって言うとなんか切れたかと思っちゃうじゃん、弾かれただけなのに。うわ、すーげえパッツンパッツンっていうほどでもないけど、それほどでもあるな。ちょっとこうもう少しゴムの伸びを分散させてあげよう。なんか一点集中にしちゃってると切れそうで怖いわ。こんな感じ。ここ当たっちゃってるけどいいの？
今度。できます。り、り、次。太い方を入れる。太い方、ここを通して、ここを通して、おっ！できた。こんな感じです。どうですか。あ、ちょっと怖い。ちょっと怖いね。で、これで、21、ステージ21が完成ですよと。で、次、ステージ22の準備しますね。一旦止めます。はい、ステージ22でございます。今回はエアボックスの取り付けとなっております。こちらのこのエンジンの穴のこの部分ですね。ここにエアボックス。うわ、何これ？カーボン調。え、カーボンなの？この時代。見て、これ。ほら。ね。カーボン調になってる。で、これをこう見て。ちょっと絵が暗くてわからない。こうでいいのか。あ、なんか。こいつがあったりする。こうなりそう。ここね。で、こうして、ここの14を2箇所、14で2箇所止めるよと。14。あ。ちょっとこうちゃんと戻しておかないとさ、後でなんか自分がミスって、ネジが足りないとかなったら泣けちゃうから、きっとその在庫の中を探せばあるはず的な。で、これをこうですね。今日は後でこれをここからちょっとね、友達が遊びに来るんで、まあ友達と言ってもうちのジアンドカズのメンバーの一人ですけど、キッチンにいます？いますよ。そのね、メンバーもね、この旧車というか、まあクラシックカーがね好きで、海外のクラシックカー好きって感じだよね。やっぱかっこいいよね。だから結構この辺とかね、アグラモデルさんのキットは結構完成を楽しみにしてる。で、これをここに行こうか。あー、なるほどね。エアフィルターかなんかかな。で、ここに穴、ネジ。これも PS の5、このネジですね。ほい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 。ああ。いいね。で、ステージ22へボックスの取り付けがこれで終わりましたよという感じです。次23ですね。準備します。はい、23でございます。バックプレート、ギアボックスの取り付けというふうになっております。では開けていこう。あった。こう向きに見て、こっちか。違う。いや違う。あ、こう向きか。見る向きを間違えてた。これをこのようにつけて、02のネジで。
カタカタしない。で、そしたら、おっと、これをつけろと。以前作った、こちらですね。ギアボックス。ギアボックスを、こうつける。こうか。お、来たね。だんだん来たね。大きくなってきたね。これを02のまたネジで止めるよって。育ってきたよ。どこを持っていいかわからんくなってきた。よっ。いい。よっ。こんな感じ。そしたら蓋をする。パチンと。おはか、なんか来たね。来たね。どんどん来てるね。かっこいいね。育ってるね。いよいよ。あれなんか緩くね。大丈夫。あんまりこうネジ入れてって緩いなって思ったら、まああんまり力入れて入れるのはやめた方がいいかもしれないね。いかれちゃう。まあでもカタカタ外れなきゃいいね。あんまりいつまでも回すとね、ほんと入っていっちゃうもん。時は入っていっちゃうんでね。特に相手がね、樹脂だったりするとね。よーし、これでステージ23終わりですね。次24ですね。お、もうすぐ終わってしまう。よし、では準備しまーす。はい、24でございます。オイル散布の取り付けというふうになっておりますね。お、これをちょっと小さいパーツが出てきたよ。ここで穴埋めるんだ。で、ここを827。何 827？ そんな。827のネジ。ちっちゃ。まあ、4本いりますよ。これはちっちゃいドライバーの方がいいな。わざわざ埋めるんだ。すげえな。っていうことは見えちゃうのかな、ひょっとかしたら。でもネジがこんなとこに飛び出てるっていうと見えないんだろうな。で、反対側もですね。そうしたらこれをつけるんだが、こう見て、こうだね。で、キットネジで止める。そうですね。
ギュッ、うん、カタカタしない。これで、24が終わりですね。どうでしょうか。よし、では25のね、準備しますんで一旦止めます。はい、25のエンジンブロックの取り付けをやっていこうと思います。今回は豪華な箱に入っております。かっこいいよね、こういう箱だけでも好きだわ。捨てづらい捨てづらい、こういうかっこいい箱を入ってくれて、こんな丁寧な梱包までしてくれて。おお、重っ。がっつりダイキャストです。で、これをこう見ての、こいつを、この2箇所ですね、ここで止めるような形、こう止めて、そうしたらこれを付属されている05のネジですね、こちらをで2本止めますせと。なんか結構丈夫いんだけど、言うても壊れたら嫌なので割と慎重になってしまう。形がね、やっぱりこういうちょっといびつな感じになってるんで、持ちにくいのは持ちにくいんですよね。よし、 OK、 はまった。あれ、奥まで入ってない。入ったのか。入ってるね。いいね。大丈夫だね。大丈夫？いい？ OK？ いいよ。よし。なんかもっと奥まで行けそうな気がする。まあ、無理はしよう。よし、できた。こんな感じです。いやー、できたね。できた、できた。これで、こちらのね、パックが終わった感じになります。ごめんなさいね。パック。そうだよね、パックさんだよな。そう、パックさん。パックさん。いいね。いや、来たね。エンジン育ったね。うん。かっこいいわ。よし。ではね、どんどんね、進めていこうと思いますのでね、また見ていただけたらと思います。ということで、今日はこの辺で。ではまた。